これからの時間は日清食品提供勝つのは誰だマスコットバトルで楽しみましょう。本日は日清食品よりひよこちゃんが来てくれています。そして東京ヤクルトスワローズよりつば九郎とダンスチームパッションの皆様も来てくれました。今日はひよこちゃん、つば九郎とトラッキーによる椅子取りゲーム対決です。それでは始めます。椅子取りゲーム対決、よーいスタート。さあ音楽が鳴り始めました。譲り合いではなく椅子取りゲームを譲ってくれてますね。譲ってくれてます。まだ音楽は鳴ってますよ。さあ音楽は止まりました。さあ音楽が止まってひよこちゃんをしっかりと座らせてあげたつば九郎も素晴らしいということで、勝ったのはひよこちゃんでした。トラッキーとつば九郎にも大きな拍手をお送りください。ありがとう。以上、日清食品提供勝つのは誰だマスコットバトルでした。